いつでもどこでもお得が買えるショッピングサイト、人気ブランド最大 90% オフ、グラムールセールス。たくみさん、はい、今日ずっと見させていただきましたけども、はい、どうでしたですか、感想、今日の CM の。あの、多分今日本で一番お忙しいお二人。いや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 、そんなことないですよ。今ここに来てくださってるっていうね、はあ、あの今も分単位でこうギャラがね発生してるお二人全然今お金入ってないんですよ。恐ろしいです。いやいやいや、恐ろしい。たくみさん、はい、CM の感想を。いや、そうですね、なんていうんですかね、もう自然光の中で、自然光の中で、その本当に日常をこう切り取った、うんうんうん、おしゃれな、あったかい、あったかいシーンになってます。はい、あったかいんだから出ました。はい、はい、いい感じに仕上がっているじゃないですか、ね、そうですね、だからお二人の楽曲とのね、こうコラボが、あ、そうなんですね、はい、楽しかっていただいて、はい、やっぱり、うん、ずっと見てて思ったんですけど、うん、はい、ちょっともうセクシーすぎて、うん、たくみさんが全然ですよ、全然なんか狙って、うん、ちょっとセクシーさ出してやるぞっていうのはないんですか。ないです。それをすると、多分ね、もうなんか下品になっちゃうんですよね。あ、そうなんですね。もう意識をしないようにしてます。あ、僕はもう見た感じ、うん、はい、そのセクシーさのかけらもないんですけど、逆にセクシーですよ。え、どの辺がですか。あの2丁目とか言っていや、すごいモテるんですよ、2丁目。はい、たくみさんはあれですか、はい、あったかい思い出とか何かあったりします。あの、いや、多分ね、うん、もういろんな人にそう聞いて、でらっしゃると思うし、で僕もなんか思い出ないかなと思ってたんですけども、僕はあの近所 の、 あの商店というか八百屋さんとかあのお肉屋さんとかよく利用してるんですけど、八百屋さんがあの気まぐれでいたりいなかったりするんですけど、おじいちゃんがやってて、で大葉を買ったんですよ、この間。大葉、大葉って書いてあったんで、大葉っつったら、大葉ちょっと取りに行ってくるわっつって、あのそこで大葉育ててるのをこう取って、あのくれたんですよ。お金いらないからっつって、そうだからね、なんかあのスーパーとかでこう買うのもいいんですけれど、うん、こう なんていうんだ、そう、地域のね、そういうお店の人との交流をすると、なんかそういう小さな、そのあったかさを、人と人との触れ合いが、うん、すごくね、なんか心が清らかになりました。清らかに、いや、わかります、わかります、うん、やっぱ匠さんだって相手の方も分かってなんですかね。いや、分かってないじゃないですか、ね、分かってなく、もう持ってきなかった。でもすごいね、よく話してくれるんですよ。じゃあ今夜鍋かっつって、はい、地域の人と、はい、その匠さんとの触れ合いが、うん、何でしょうか、それは。これ一歩勇気いりますね。そうなんですね、全然大丈夫です、はい、いや、だからやっぱ地域ね、うん、やっぱ住んでる場所とのね、うんうん、のまあ、そこにいる人たちとのコミュニケーションで、うんうん、もうあったかい。あ、出たー、やってくれました。ありがとうございます。振りが雑なんだよ。ごめんなさいね、雑な振りで。それはグッて一歩勇気覚悟はしてたんですけど、うん、そうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっとやり方違いましたね。あ、そうですか。それ長谷川教えてあげてよ、そのやり方。あ、わかりました、はい、腕をこうしていただいて、はい、たっぷりゆっくりと、はい、思いっきりあったかいんだぞっていう気持ちを込めて、あったかいんだから照れちゃった、ちょっと。いや、ちょっともう一回それを踏まえてちょっと言ってもらってもいいですか。でも、はい、ラッスンゴレラよりは簡単じゃないですか。そうかもしれないですね。消去法でこっちの方がいいです。そうですね。そうですね、だからやっぱ地域の方たちとこういう時代だからこそ、うん、ね、ネットの、ね、時代だからこそ、うん、ちゃんとこう肌で触れ合って、肌で触れ合って、なんか地域の肌で触れ合ったんですか。はい、手と手が、ね、まあ、お釣りとか、ね、抱きついたりしたわけじゃないですよね。してないんですけど、やっぱこう地域とのコミュニケーションがこう、うん、あったかい、あったかい。いや、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっとね、照れてて可愛らしいですよ、これ。たっぷりやってます。じゃあちょっと代わりに、はい、今長谷川があったかいのか教えましたけど、はい、ちょっと僕も教えてほしいことがあるんですよ。何ですか。なんならこうクマムシのビジュアル担当、うん、そうですよね、はい、セクシー担当。かっこいいですね、菅田将暉さんに。ああ、そうそれね、最近よく言われるけど、どうです、かっこいいですか。ありがとうございます。まあまあ、そんな風に言われるんですけどね、はい、そのなんか斉藤匠さんの持ってるそのセクシーさを勉強したいなと思って、うんうんうん、この CM 見てたらですよ、はい、僕一番はセクシーだなと思ったら、あのイチゴを口に添えるシーン。あ、見てたんですか。見てました、見てました。もう近づけるだけでこんなにもセクシーなんだろうな。僕はさっきも言ったように、そのあんまりこう自分でこう意識しないように
してるんですね。で、はい、なんか見せ方っていうよりは、はい、これリアルな話、はい、僕15年目なんですよ、役者始めて、はいはい、で、こうね、辞めないと役者を、うんうん、辞めるきっかけいっぱいあったんですけど、はい、辞めないと、こうね、ライバルが減っていくんですよ、はい、あんまり増えていかないんですよね、はいはいはい、20歳ぐらいの時多いんですけど、はい、だ続けること続けること、やり続けること、やり続けることだと思いますよ。そうですね、僕らもあったかいんだから、はい、ずっとやり続けてたんですよ、うんうん、はい、はい、で、今こうしてお仕事いただいて、たくみさんにも会えてるので、ね、いやね、大事ですね。あと第一位になってね。ああ、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、だから多分なんかね、やめないことってすごい大事な気がします。確かに。結構最近学んだんですけど、はい、近距離で相手の目を見続けるっていうのは結構大事な気がします。はい、なんか結構照れちゃって、こう、はい、なんかベッドシーンの時、なんかこう横に行ったりとかって逃げがちなんですけど、はいはい、この距離でこう近づいてったりっていう目をそらさない。佐藤君顔がちょっとポッとしちゃった。ちょっと非日常なんですけど、はい、本当は照れちゃう距離でも目をこうそらさないというのはかなりポイントな気がします、ね、ちょっと僕もやってもらっていいですか。いいですよ、はい、うなんか校舎があるんですよね。僕のこのフォルムがですね。そう、すごい、目を見るってすごくなんかセクシャルな実は行為な気がしますね。素晴らしいっすね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。こちらこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。了解という感じで、はい、まずこっちの方、はい、ちょっと待って、はい、で、多分わかりました。携帯ここに置いて、はい、では、もろもろ良ければ行こう。では、スタートお願いします。はい、します。スタート。違う。スタート。下がりすぎちゃった。カット。カット。ちょっとプレーバックします。プレーバックで。もうちょっとゆっくりだね。回りました。ではすみません、もう一度行かせてください。はい。はい。では3枚お願いします。このシーン OK です。はい、ではこのシーン以上になります。あったかいんだから。
たくみさん、はい、あったかいですか？あれ、ラッスンゴレライ。違いますよ。一番言っちゃダメなやつですよ、それ。ちょっと待って、ちょっと待ってじゃないです。はい、今、クマムシです。たくみさんが今撮って現場をしてるんですけど、ちょっと。いやいやいや、たくみさんがね、うん、今後ろから抱きついてたんで、うん、あったかそうだなと思って。ああ、まあまあ、あ、そうですね、あったかいです。タバコ吸いました？ちょっと緊張すぎた。たくみさん、はい、ちょっとかっこいいっすね。何言ってんすか？やばいっすね。いやいや、拝見します、いつも。いや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 、ちょっと、うん、僕、温めてもらってもいいっすか？あ、彼女。いや、たくみさんに長谷川が温めてもらいたいと言ってます。あったかかったですか、たくみさんの。これはすごくあったかかったすごくあったかかった。すごくあったかい、あったかいと言いますと、あったかいんだよ。あ、やってくれたか。言えたじゃないですか。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ちょっと僕、パソコンいじってもいいですか？いいですよ。あ、やった、失礼します。これネット犯罪の人みたいな。違う、違います。ネット犯罪取り締まってる人じゃないんです。温めてあげていいですか？ちょっと、どうしよう。うわ、めっちゃ緊張する。これいいですか？いいですか？はい、はい、あ、どうしよう。何してんの？なんか通販のやつがそう、これ、この辺に。うわ、どうしよう。あったかいんだから。大丈夫ですか？たくみさん。うわ、ちょっと嬉しい。すっごい。もう、この胸板の圧、うん、ものすごいあったかい。ちょっと今日そんなたくみさんに、ちょっとたくみさんバージョンのあったかいんだから作ってきたんで。あ、そうですか。ちょっといいですか？はい。セクシーな眼差し、唇、胸板、全部あったかいんだから。やってくれた。ありがとうございます。嬉しい。困ってます？いや、なんか失ったもの大きいなと思って。失ってない、何も失ってないですよ。全てプラスになります。本当ですか？はい、今後のたくみさんで。よかったです。すいません。いいなぁ、お前だけ温めてもらってさ。え、ちょっと僕も。おっ、やったどうですか、佐藤君。綾菜さんが良かったな。いや、なんで。確かに、せっかく温めてもらったのに。いや、よかったよかった、ね。はい、すいません、ちょっと今日収録お邪魔させてもらって。はい、とんでもないです。はい、ものすごいセクシーだったんで、ちょっと今後ずっと見てもいいですか？ずっとです。まあ、もう完成ね、ぜひ楽しみに。あ、待ってる人。ちょっと現場をしてるんで。あ、そうなんですね。ちょっとすぐ帰った方がいいです。いや、まあ、そうですね。もう大丈夫ですか？え、十分ですか？いや、まだなんか爪痕残してないなと思う。暴れる君ならもう一個なんか。そうですね。あと30分ぐらいじゃあ温めてもらって。はい、ありがとうございます。はい。あ、丸が出ました。はい、ありがとうございます。はい、すいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。